香港チャンネル。はい、岸田総理のですね、はい、腕時計が高いのか安いのかみたいなのが今ネット上で論争が起きているということなんですが、はい、これについてどう思われますか、香港さん。これ私もツイートとか見てたら、ツイッター見てたら、あ、なんかあのセイコーのアストロンっていうやつで33万っていうのが、はい、あ、高いか安いかっていうか、うん、こういう高級時計って言ったら、ほんだら苦しむ中でってね、うん、弱い立場の方々に、個別に現金給付を考えていただきたいとか言うて、はいはい、で特定定額給付金やと3人分あると、はいはいはい、を引用したツイートを、うん、司法書士の方がね、はい、まあ、名前は伏せときますけども、うん、今なんかもうロックかけて、ね、ツイートを鍵やかにね、はいはい、ね、速やかに逃亡中でございますっていうか、まあそれはさておき、うん、33万ってこれね、あのまた安かったで、これでも成功の僕も調べたんですけども、はい、あの海外外務省、はいはい、ほんだ海外行くやん、はい、だ時間が向こうに勝手に合うねんね、うん、そうなん、僕も持ってるんですよ、うん、この時計。あ、そう、はい、もうランクはちょっと下がるんですけど、うん、20万ぐらいです、はい、うん、だ海外行く時ほんと勝手に時間が合うんで、どの辺で変わんのそれ。あ、なんかね、現地着いたらです、現地着いて、うん、でちょっとあの空にこう時計を向けてボタンを押すと、うん、あ、そう、はい、ビューって、GPS で反応して、アストロン、はい、アストロン、それは衛星でやってるんですか。衛星でやってます、はい、まあそういうところがあるんでしょ。その33万が何が高いか、どんな芸能人の方って言ったら時計結構ええのつけてる方もおればね、うん、はい、でも、大体一般の方やったら 1-2万、そうですね、か知らんけども、あのプーチンしてる、はい、プーチンは億やろ、1億ぐらいの時計してるっていうね、うん、でバイデンがロレックスやね、はいはい、まあそれはどうなんかっていうか、うん、僕はこの岸田総理の時計について、うん、はい、ツイートさせてもらいましたけど、はい、働いて買っただけやん、はい、そうですね、何な問題あれやん、はい、なんで批判されんねんっていう話で、はい、ほんだら、しゃあからさんも、この方、あの司法書士の方はまた、議員になろうとしてた方なんかどうか、立憲から一応公認として、あ、そう、選挙にも出馬していた、結局批判のための批判や、うん、ほんだらね、切り詰めて高い車買ってる子もおるやん、うん、はい、それっていうのは夢やん、そうです、ね、うん、それをそいでもってどないすんねんっていうところで、ほんで司法書士の方でしょ、そうですね、今弁護士の、 あの CM とかで、はい、過払い金あるやん。はい、ほんで、ちょっと、電話して、弁護士相談したら、30万程度返ってきた、はい。小遣い程度返ってきたって、小遣いって言うてんねんね。30万が小遣い。そうやねん。ほんで、小遣いやん。うん。うん。そら、司法書士の方って、そういう関係の仕事もしてんねやろ。してますよね。うん。うん。それと照らし合わせてみ、ご覧なさいよって。うん、33万っていうのは、だ小遣いって、あんたら言うてるやん。CM で売ってるがなって。うん、だから何らおかしないし。うん、で、高い方から、これ安かったら安かったでまた言うやん。そうですね。うん、そのミスブラシとかね、うん、多分、うん。ほんでね、この、つけてて、わざと、そんなことは、もんは持ってませんよって言う方もおると思うで。付け替えてる方、ね。はいはいはい、はい。本当は A の方持ってたとしても。そうそう。TPO に合わせて。はいはいはい。だから、パッて見たら、スーツに、スニーカーで G-SHOCK やったらこの人本当に やりてえっていうか、こう行動早いなとかね、思ったりもするやん。確かにね、ほんだピッカピッカの時計してたらって、でもその時計を買うために仕事を一生懸命頑張ったっていうこともあったりとか、ほんだそんなこと言うてたら一個一個、ほんだあのネクタイは、あのスーツは、確かに、あの人の住んでるとこは、はい、オークションですよ、はい、で車何台ですかって、うん、いや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 、それは賄賂でもうやわけでもなくまあそうことやろ、自分が働いたね、お金でね、うん、だからそれをね、世間がっていうか、これをツイートしてでバーって賛同する人もおってんやろ、まあ、そうですね、うん、それが
思うけども、スタートはみんな一緒やのに、うん、でそこで、経済的にまあね病気とか、うん、その体にもともと障害がある方 と、うん、と一緒にしたらあかんと思うねんけども、うん、あの本当にスタートは一緒やん、うん、そういうけんあの健康である方はっていうね、うん、ほんなそこでなんで違うかって言ったら自分どっかで怠けてきたんじゃんかって、うん、だから俺らがってほら納税高額納税者の方もおれば、うん、ね俺らもうそれなりには税金払ってるけどそんなにその人らに比べたらほんだこういう能力でどっかで怠け、まあ、運もあるかもわからない、うん、怠けてきた、うん、彼らにとってよりかは俺らの方がっていうことがあるから、うん、そこはしゃあないやろ、うん、まあそうですね、それをみんな一緒やって言うたら、うん、ほんだら頑張れへんで、もう共産主義とか社会主義になってまいりますもんね、うん、それだからキューバ行った人が言うてたけど、うん、レストラン入って飯うまないって言ってた、給料一緒やから頑張れへんから、そういうふうなことを目指してる方はそれでええと思うけども、ただそのねあの総理の時計がと か、パンケーキもあったやん、パンケーキもありましたね、カツカレーもありましたしね、なんやねん食べられへんやで、昔あの河野さんもありましたよね、金ピカの時計してる言うて批判されたら、うん、ほんま竹製やったみたいな、あーそうなん、はい、ありました、ね、あの木のやつ、はい、木のやつ、木のやつ、まあしやから何があって今、まあ、人のことどうなんかなって、ほんだら、うん、見えるもんには文句言うけども、うん、すごいな、いろんな方おったやん、土地が5億円とかいうのもあったやんそれは何とか買いで買ったとかね、うん、っていうのもあるから、まあそこはまあ、うん、こんなこと言うかって、うん、もう批判のための批判、いやほんまそうですねなんやねん、ほんでその方あれやろ、あのベンツ乗ってて、ベンツ乗っててそれがバレてね、鍵やかに、だからこの人仕事なくなるで、ね、そんなことをしてたら、うん、と思うけども、まあね、まあ、そんなこと言うよりかほんまに苦しんでる人をの話とか、うん、そういう仕事をもう全部ボランティアでやったらそうですね、その方仕事をお金もらう、苦しんでる人のためにね、そう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 、うん、そういうことやと思いますけども、うん、まあこれはあの何ら問題ないと思いますし、うん、なんやったらねあの合理性のある時計やねんやろ、うん、そうですね、ね、うん、だから、うん、33万ってだから高いからって、俺はあれで計算するけどね、何年使うねんっていう、あ、はい、減価償却っていうのは何年かかんねんっていう、まあ、10年使ったら1年間3万そやろ、うん、だ 日で割ってみとか、はい、月で割ってみって言ったら、うん、そやろ3000円もいけへんとか、うんうん、だから10年以上使うで、そうですね、時計とか、うん、で何やったらあの子に孫に行くやん、はいはい、うん、そうですね、そういうことも考えたら、うん、もうおかしいことではないんではないかなとか思います。以上、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければ、また私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。